来た。はい。そう、一緒に来るの。僕は、まあ、ちょっと期限見えないで。ん？まあ、カードはそうか。え、そのお前らが話すことだろ。はい、話しした。深くまでは話してないですけど、僕は、はい。いやだって気がどういうのって突然こう動画撮れたら言い出し、うん、そういう感じでしょうがないみんなよろしいですか。はい、しゃべらないの帰るぞ。これ死ぬ話し合ってさらに怒る。だから集まってんじゃないの。はい、集まってんの。お前ら話さんとかがね。あ、もうじゃないのか。何が不安だろう。いや、まず僕思ったんですけど、社長に話すことがおかしくないですか。一番に。あ、どうです。社長にはまだ、俺がこのこと起きた時点で社長と話しとったもんで。はい、それは今日ですよ。昨日も長女喋ったよ。かなと思って。仕方ないボスって言ってるんですけど、本当に辞めるっていうのは、明日辞めてほしくないっていうのはすごい言ってますけど、ただ僕も辞めたいって言ってるじゃないですか。うん、でもなんで終わろうと思ったのは、完璧にして辞めたいと思ったんですよ、この会社で。お前の完璧じゃないですか、お前の。完璧っていうのはもう全部、まあ、一人でやって、全部もう、いつも一本全部作れるようになって、完璧に独立ができるだろうっていう状態を作って、僕はやめようと思ってるんですよ。昨日の今日で、だもんね、その理由が、なんか僕は納得いかないですね。逆に昨日の今日だったんだよ。いや、それがこう、じゃあ仮にその、まあ僕らが、まあいてくださいって来たら変わるんですか。変わる、まあお前らがどこまで、まあなんて言ったらいいのか、どこを目指したのかだね、今日は。お前らもそうだけど、まあ、俺はやっぱ会社を理解したいなって気持ちだったけど、俺はこういう風なことを起こしてさ、なんか自分の中でけじめやっぱつけなかったし、昨日のけじめだったらやっぱこれからとやっていくことだと思うんですけど、結局昨日だと自分は何て言ったかな。でも結局やっぱ甘えてくるところが出てくる人みんなでやっとるな。甘えてくるから納得できんのやねんと。俺は今日昼間そうやって感じた。自分には甘かったって部分もある。でもそれが独立して治るってことないですか。分からないです。もちろん分からない。戻る気はない。戻る、今の時点で戻る戻らんとはないけど、今の時点で戻るって思うと自分の成長にもなるし、ただ俺が今抜けてね、お前らが成長すると思うし、もちろんそれなりに、まあ別に俺もすぐパンって抜けるわけでもないし、全然決まってない。だってこんな信じない。いや、なりますよ。黙っててもしょうがないから決めてかんと、暗くなったらしょうがないから。トリリンって変わらん。何が怖いの。俺を欲しめてやるって全部止まる。俺が抜けて不満のとこあるって言って。いや、不満は僕はないです。いや、ただ僕はそのチームと今のチームでやっていてもらうし、誰も抜けずに、あと気持ちは変わらないですよね。
まあ一応がその方向に向かっとるけど、もちろんね。まあでもお前もやっぱ心配ですもちろん。やっぱりまだ若いし。うん。だからそれが別に、まあじゃあ1ヶ月、2ヶ月じゃあもう教えてから抜けるわ。俺もないし、別に。それは。その辺は、まあ、どれぐらいでお前ら、俺がやっとること覚えるかもあるし。結構やってることあるし、いつも以来、ギターが作ったり、打ち合わせして、お金の値段合わせてとか、細かいこといっぱい。戻ってくる気はね。戻ってくる気はもう考えてない。諦めてもいい。そんな簡単に戻れないよね。お前らが、まあ俺がもし抜けたとして、どういう方向性に持つかね。それに対して僕らも今ギリギリなことしましょう。決断し。なもう決まるの？授業決まるよ。お前に一番希望は、まあまあ僕もあいつが抜けるのに正直2ヶ月ぐらい送って引き継げたって言われたら全然引き継げてないんですよね。やっぱりスペースで韓国ちょろちょろっと落ちたからやっぱ地獄で自分で覚えないなって思うんで、それを俺みたいにやるっていうのはやっぱそれはかわいそうなんで、まあできるだけ早く覚えさせてっていうのはあるよね。休止にまた来るやつも決まっとるな。決まった、決まった。教えてなかった。いいか、今3ヶ月。うん、選べます。あ？選べます。もしかしたら。いい。3ヶ月ます。いや、知らんけど、もう前の気になるんだね。あ、いいよ、売り上げ下がる。まあ、実習生があるもんで、そこをどうやって回すからけど、まあ、応援つかんないとか、別に、なんでもないでしょ、仕事は。うん、しょうがねえだろ。ぶちぶちってしょうがないし。はい、どう？ちょっと来いよ。お疲れ様です。また来たね。悪魔来たね。何が？リシ君。悪魔じゃねえよ、全然。どっちかっていうと、俺は全然優しい方じゃない。いや、悪魔っすよ。なんで？びっくりしましたよ、聞いたとき。なんで？なんて言いましたっけ？さっき帰ろうとして。うん。ちょいちょいって言われて。じゃたまたま今日撮ったやつに、ね、ふっと思ったよ。はい。あれ？って思ったんだよね。はい。もし、まあ、カンタ将来に、俺がドッキリかけたらどうなるのか。はい、悪魔。マジ悪魔じゃないですか。本音も聞けるかもしれない。いやー怖い。俺だって怖いやん。何を思ってるか分からんで、俺のこと。めちゃくちゃ怖いじゃん、俺の。めちゃくちゃ怖いっすね。まずどうやって言うんですか？電話やん。電話っすか？電話しかないやん。電話で、はい、俺が、はい、まあ、ジャブだよね。ジャブどころじゃなくないですか？もう、殺しにかかってますね、そのジャブ。かかってないですよ。あとじゃん。あとの、あれ、とりあえず俺がヒデに電話するから、ああ。またお前にヒデに来てもらって、はい。その時に、俺がジャブで、はい。ショート簡単に、はい。まあ、やめるドッキリ、はい。かけるで、はい。まあ、そいつら、あいつらが、まあ、どんな反応するのか。いや、怖っ。俺がもうやめるって言った時。マジ怖っ。ういとか言ったらどうするんですか？
それはそれで俺でもう悲しいよ。悲しいよ。もう簡単になる。前回もあったやん、テレビ中が。ああ、はい、はい。あれは動画撮ってないけど、ガチだから。はい。ガチだから。うん、今回のはまあ、ドッキリだね、ガチだもん。そうっすね。怖いな。怖いよね。怖いっす。俺も怖いもん。お昼に電話で伝えて、で、ドバ戻るじゃないですか。うん、どうするんですか、その時。どうもしんよ。めちゃくちゃ気まずくないですか。全然。全然、そんな。普通にすればいいから。まあ、そうっすけど。あ、それで、あれっすか、本社とかで。ミッチ君の時本社でしたっけ？ちょっと、テラミチの時本社で、本社に来てもらって、はい。まあそこにまだ社長も顔出してもらって、はい。テラミチに似たような感じ、はい、マジ、あれはガチじゃないですか、ガチだから。で、今回もそれに似たような感じにすれば、はい。まあいつらもガチって思うだろうね。ガチって思いますよね、絶対。いやー、怖っ。で、あとは、社長がなんて聞くかだろうね。確かに。確かに。俺もそれ怖いから、ね。怖い。めちゃくちゃ怖い。なんて言おうかな。俺、社長に先話したって言った方がいいから。だって俺がいきなり、ちょっと簡単にさ、じゃあ俺、ちょっと独立するわって言ってさ、はい。多分ね、今日本社で喋るもんで来てくれんって言ったら、なんで本社になるんだろう、ないじゃん。はい。先に社長に話して、して、いや、一回4人で喋ろっかって言われたんだよね、つって。そうですね。そっちの方が。それが、怖っ。やる。で、一応お前らに先に言っとくけど、つって。はい。なので今日ちょっと一回仕事終わったら集まってくれんす。じゃ行く？でもそれ、あー緊張する。いいのが充電 12% しかないんだけど。いや、わかんないですね。大丈夫だろ、そんな長電話しんだろ。とりあえずショーだろ。ショー行って簡単。そしたら多分あいつら下手したら、身内であいつらであいつらで喋り出すから。やりますね。これ、何だろう、誰かわいそうなことするね、俺。悪魔っす。お疲れ。あれ、ショート今日どんな感じ？俺ここ終わって、フレサンツになっとるけど、リュウマくんいてくれるって言っとったで。あ、フック、落とさなかんすよ、でも。いや、ドバにあるもんで、って言ったら、取りに行くって言っとった。あ、リュウジ君のタックに乗っとるっすよ。え？いつの下？昨日の下っす。全然知らん。あ、マジっすか？ドバ取りに行っとるよ。またリュウマくん。あ、ほんとっす。うん。で、あとさ、俺今日、社長にはもう話したんだけどさ。はい。俺、独立するわ。マジっすね。うん。だからそれ、社長には話したで、とりあえず。で、そしたら、今日ちょっと本社で喋ろっかって言われたで。俺と、翔と、カンタ。はい。なので、仕事終わったら、本社集合。ああ、了解っす。うん。そんな感じかな。はい。よろしく。開けねえな、こいつ。開けないっすよ。あ、あれですか。了解です。了解です。おい、どうだったんだろう、あいつ。開けないっすね。いや、寂しいな、僕も俺が。はい。お疲れ。昼今。え？昼？俺さ、今日か、社長と今日話してさ、はい、俺独立するでさ、はい、は？なんで向こうになった？はい、俺独立するで、でそれで、は？どういうことドッキリって、あ充電切れちゃったよ、いや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 。やばい、iPhone も8番だ。はい。ドッキリじゃねえぞ。どういうことっす？どういうことってどういうこと？で、普通に今日社長と喋って、朝から。はい。で、いろいろ喋っとって、まあまあ独立しようかなと思っても。なんでですなんでですって別に。なんでもないけどですね。まあ一人でやってもいいかなと思って。だもんね、それで一回なんか、社長に喋ったら、まあ一回ショート関東とも、まあみんなで喋ろうよ、みたいになったもんで、どっちみち受け継ぐのもお前らだよ。いろいろ。てか俺の辞める期限も決めなかんし。
もうテレメスと同じ感じじゃん。無理です。あ？無理じゃないです。どういうこと？無理って無理じゃないだろ。無理です。どういうことだって無理。どういうことですか？は？どういうことですか？どういうことってどういうことという感じ。俺らで、ね、独立するよっていう。はい、それで一回だで、話そうって言っとったで。まあ、寺道に、前回も話しとるじゃん。そうそう。だでそんな感じでどうするかっていうのも、話さなかもんで、まあ、仕事終わって、まあ、積み込みして、ちょっとしてから、本社集合だで。今日です。今日。うん、そんな感じ。よろしく。はい。かわいいっすね、肩。肩はかわいいよな。無理です。無理です。かわいいっすね、かわいかったっすね。最初ドッキリしたかもね。もう思うだろ？だから、絶対思うんだって。それが正解やん。まあそうですね。ショーはどうなんかな、わからんけど。あっけなかったっすね。でも多分話すと思うよ。ああ、多分話します。電話して。電話あったわ、って。はい。カンタは多分疑ってくるから、多分このままだと。はい。だからやっぱり、カメラかなんかバレたら絶対もうバレるっす。任せてください、それ。だから本当に見つからんところに隠しとかんと。それは大丈夫っす。とりあえず二人をはめていく、あいつらの本音、どうなっていくんか、どうしたいのか。聞けるよ。そうっすね。じゃあ。あとはもう。いやもう怖い。ぶっつけ本番だね。ああ、もう一回痛くなってきた。じゃあ、ちょっと戻りましょう。動画に。動画に戻りましょう。戻りましょう。ワープ。いや、僕、本当に久しぶりに言うと、僕ら絶対ドッキリだと思ったんですよ。で、最初の電話にリュウジ君が来て、そう、リュウジ君絶対さ電話の最初にお疲れですなんて絶対言わないですよ。お疲れみたいな。これ絶対動画系で多分漏らしとんだなって思って、で、ここに来たんです。で、どこどこさっきの普通に喋ってたのに、あ、これ、まあまあまあ、いいやと思って。で、伊藤なんかそのことで怒られるとか、なんか出る早くありましたよ。練習しとってさ、練習しないんですよ。もう出ます。もう出ます。ちょっと多分あいつら警戒しとるもんね。噛んだらもう完璧に立つだなって、完璧に隠しとるから。ずっと探しとったら、そうなんです。あ、今日は怒られたろ。今日も絶対怒られたろ。マジっすね。ショーは、まあ、なんか、まあ、本当に必要だなと思った。でも、カンタだけは絶対さ、疑ってくるなって思った。めっちゃ疑っとるぞ。いや、お前も絶対疑っとるんだろ。さっきと違うかしら。なんか、内容が濃すぎて、もう。めちゃくちゃ。ちょっと普通に携帯しとるもんね。リアルだったらだって。携帯しちゃうな。めっちゃそうじゃん。お前顔めっちゃすごかったよ。すごいから、カメラあそこなんだわ。あそこ、こんなの。いや、ズーム、あそこに持ってる。お前ね、それでやがる。俺も iPad で撮るからあるんだけど。これちょっと嫌だな。うわ、面白いな。いつ、最後ですよ。そうですね。マジで最低。めっちゃ考えたし。どうだったの？こいつ、お腹出しちゃったよ。疑いそうだったよ。いや、いいっすね。最初は僕らも。いや、こいつはもうガチだった。最初から電話かかってきたんですよ。リュウジ君の電話の後に。いや、そうそう。それも僕も分かった。絶対、あいつら2人で歌ってきますね。すぐ歌ってきますね。でも僕の後っすよね。じゃあ、そう電話して、カードで。音とどうか。非常に全部張ってるから、音。すげえやばい。どこも一緒に感じて、どこも広いのに。すげえことになってる。あ、オッケーですね。あ、まあまあ。そうっすね。すごい顔かしたと思うな。二人とも。
覚えてない。いや、やる人不安だと思う。ないって。とりあえずもうなんか強かったからかな。やるしかねえみたいな。やる人不安って書いて。そう。一言ずつお願いします。はい、一言ずつお願いします。また面倒くさくなるなと思って、うん、ミッチー君の次またリュウジ君かよと思って。社長めっちゃ自信あるわって。やるがるピーしたわねって完全に。でしょ、社長、ガチドッキリが多すぎて最近最近もすごい疲れた。よし、お疲れ。オッケーです。お疲れ様です。もう疲れたな。今日は万全いいわ。今日は万全いいわ。